はようございます。ここからは今日の全国のお天気をお伝えします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。どうぞよろしくお願いいたします。現在ご覧いただいていますのは千葉幕張周辺の空の様子です。晴れて穏やかな空が広がっていますね。では全国のお天気をお伝えしていきます。5月18日土曜日、今日この後のお天気です。今日は東日本、北日本は高気圧圏内となり、晴れてお出かけを楽しめるお天気です。一方西日本ですと前線の雲が広がることで傘の出番となりそうです。南西諸島や特に九州南部を中心にざっと強まる雨にご注意ください。日中の気温は上がるところが多く、日向の下では蒸し暑く感じられそうです。特に西日本ですと昨日よりも最高気温は下がるのですが、湿度が高くジメジメとした体感となりそうです。服装選びには十分に注意が必要です。それでは今日も元気にいってらっしゃい。